原理性ア族ジェンリシーは、タヌキモカに所属する植物で、食中植物である。地下に逆 Y 字の感情の補充器を伸ばす。補充方法は、Y 字型の管に、螺旋の構造を持つもので、食中植物では本属のみの独特のものである。原理性ア族は、タヌキモ族の陸生種にやや似た姿の植物で、根はなく、茎は地中にあって地表にはサジ型などの葉を出し、 花は立ち上がって伸びる花形につける。ただし、地下形は、ほとんどの種では横に葉わず、ごく短い。地下に伸びるのは、葉の変形による、補充器であり、これは、先端が逆 Y 字に分岐した管であり、その側面に開く隙間から、微小な動物が入ると、内部の構造に誘導されて、管を上に進んでいくしかなくなり、合流点より上にある棒大部に取り込まれ、ここで、消化吸収を受ける。 タヌキモ族の陸生種と同様な環境に生育し、その分布は熱帯アメリカとアフリカに限られる。長らく日本には導入されなかったが、近年持ち込まれ、栽培されることがある。小型の双本。茎は地中にあって水平にごく短く伸びる。ただし一種、ジーラポーンのみは茎が横に北北形のように伸びて平らに広がる。地上に出る葉は、 サジ型から線形で、これは光合成に預かる。蒸気の一種を除くと、それ以外のものでは、葉はロゼット状に密集して生じる。地下に向けては、細長い葉緑層を描く構造が伸びるが、これも葉であり、補充器になっている。真の根はなく、この点では、タヌキモ族と共通する。果女はタヌキモ族と同じような相乗をなす。花は、 唇花型で、下唇の奥に虚がある。果敢は、多くのものが黄色か、紫から藤色で、少数だが、クリーム色や白のものがある。花は、唇花型で、下唇には、虚があり。これは、下唇より長いものも短いものもある。花女の大部分は蜜毛に覆われる。無毛、またはほぼ無毛の種もあるが、 大部分の種では、毛で覆われており、それは単純な毛である場合、先端が線になっているもの、さらにその線があり柄である場合などがあり、その蘇性や分布は種を区別する上で、重要な特徴となっている。本属の補充方法は、迷路はなしなどと言われ、また英語では、イールトラップ、あるいはロブスターポットと呼ばれる。これは、食中植物では他に例を見ないものである。 常日のように本属の補充器は、環状で下向きに伸びて先端が逆 Y の字に分子している。これが水中、あるいは湿った土中に伸びる。この両腕は螺旋状にねじれ、その側面には狭い割れ目が口を開く。またこの螺旋状の筒を接続するのが竹の節状の細胞である。入口近くの内壁には、剛毛が内向きに生えており、侵入した。 小動物が出にくくなっている。そのために小動物は次第に内部に向かって追い込まれる。柄の中央部は膨大してこれが食中器となる。内壁は口倉に覆われ、そこに線が多数あり、消化吸収に預かる。消化酵素としては、エステラーゼ、酸性フォスファターゼ、プロテアーゼなどが知られている。捕獲された。 小動物はおそらくは脳内の酸素欠乏によって死亡し、その後に酵素によって分解され、吸収される。混同、混同は G フィリフォーミスに関しての記述で、これをコルクセンヌキサマラセン海岸状と言っている。食中器の中から見つかっているのは多様な土壌性の微小動物であり、以下のようなものが含まれる。さらに、植物園で栽培されたものについてその補充期内に、 囚われた生物を調べた結果では単細胞生物で、細菌類、栓盲虫、鞭毛虫、藻類、多細胞動物では栓虫、ワムシ、関係動物、クマムシ、それに、節足動物の甲殻類とダニ類が発見された。特にワムシと栓虫が多く、時に補虫脳の中がいっぱいになるような動物が入っていた。これらの獲物が何らかの誘引作用によって自ら、 補充器に入るのか、それとも偶然に迷い込むだけであるのかについてはいくつかの説があるが判断はついていない。例えば土壌中は酸素が不足の環境にあり、その中で補充器内が相対的に酸素の多い状態にすることで微小動物を誘引しているとする説があり、これに対しては本属のものが通常の土壌よりはるかに水気の多い場に生育し、そこでは 土壌中の水の移動もより盛んだと見られることから、そもそも酸素不足の環境ではないとの異論が出ている。微小草類については、プラクノワロウスキーは、G ・ピゴミアと G ・ラポーンの補充器から卵草類や軽相、黄金色草類など多くの群にまたがって27の分類群の草類を発見した。それらは補充器の周囲の環境にも存在するものであり、 運動性のものは自ら泳いで入り込んだものもあり、また甲殻類やダニに持ち込まれたものもあると思われる。元来食虫植物は肥料分が少ない環境でそれを得るために動物を捕獲し分解するものであり、補虫器の内部は肥料分が多い。このような草類はそれを求め、食虫植物とは競争関係にある可能性が示唆されているが、詳しい研究は未だに行われていない。 本属が食中植物であろうとの判断は比較的早くに成立した。もともとその地下用の構造が高等動物の消化管を想像させるものであり、全動しない点が違うくらいと記した研究者さえあったよし。1874年に最初にその構造を報告したウォーミングは、膨大部に土くれのようなものが含まれているのを認め、 これを動物の残砂ではないかと考え、この時点で食中植物である可能性を案に示唆していると取れる。ダーウィンも彼の食中植物に関する著書で本属を取り上げている。ただし、食中植物であることが確定したのは20世紀に入ってからで消化酵素が分泌されていることは1975年に放射性同位体を用いて、 餌動物の栄養分が植物体に取り込まれていることが確かめられたのは1998年である。蒸気のように本属のものの多くは過剰に年家を一面に有する。田辺は現地でこの部分に小昆虫が多数粘着しているのを見て、この部分も補充器として働いてはいないかとの推測を記している。学術的な研究は全くないよしであるが、 もし消化吸収が行われているのであれば、他に例のない二刀流の食中植物になるとの希望的観測まで書いてある。2011年の時点で本属には32種が知られている。その分布域は熱帯アメリカから南アメリカと、それに熱帯アフリカにあり、一種がマダガスカル島から知られる。多くの種が特定地域の固有種として狭い分布域を持つ。 南アメリカ地域には十三種があり、その多様性の中心は、ブラジル中部からギアナにわたる高地にあり、広域分布する一種がメキシコから、ブラジル北部、ウルグアイ、キューバ、ベリーズ、グアテマラ、メキシコ南部まで分布する。アフリカでは十一種が、東アフリカ、西アフリカの熱帯域にあり、その多様性の中心はザンビアから、アンゴラ国境域、ジンバブエ、コンゴ共和国、 モザンビークにある。それに、熱帯アメリカと並行するように広域分布する一種がアフリカで一番広い分布域を持つ。フライシュマンは、本属のものの生育環境として、少なくともある季節に水浸しとなり、品栄養で栄養分の少ない土壌が柄出し、他の植物にあまり覆われていない場所という条件を挙げている。また、これは、 多くの食中植物にも共通する生育環境である。また、テーラー、1991は、本属のものの生育環境が、タヌキモ属の陸生種と共通し、しばしば共存していることを指摘し、両者に共通する性質として、地中で補充を行うこと、そのためには、地下の補充部分に自由な水が存在することが必要である点を指摘している。 蒸気のように捕腹系を伸ばす一種を除いて、無償的増殖は行われず、繁殖と分散は種子によるものと考えられる。ただし幸いかでは葉雑しによる増殖も可能である。タヌキモ族、虫取りスミレ族と共に、タヌキモを構成する。特にタヌキモ族と禁煙であるとされ、分子系統の情報からも、本族とこの族が姉妹群であるとの結果が出ている。 2011年の段階では32種が知られ、2ア族と、それに1ア族が3節に分けられている。それらはそれぞれまとまった分布域に含まれる。食中植物であることから観賞用に栽培されることがある。ただし、本属のその面での利用は遅い。食中植物は、その珍奇さからヨーロッパの栽培化の注目を受け、 ウツボカズラ族などは18世紀から栽培が始まり、19世紀半ばには、後輩品種の作出も行われている。だが、本族の種が栽培されたのは19世紀末からである。日本にも本族は長らく持ち込まれてこなかった。例えば、近藤。近藤には本族について記述はあり、その補充法についても説明されているが、入手法の項では日本では、 導入栽培された記録がなく、栽培の全く未知な属とある上で、推定として採集や輸送の大変難しい場所に自生しているためだろうとしてある。しかし2010年の書では、本属の九種を写真入りで解説してある。もっとも入手状況として、最近ようやく海外の業者からいくつかの種が輸入できるようになり、国内でも普及の兆しとあるので、 ほとんど普及はしていない様子である。幸いは、タヌキも属の陸生種に習う。ちなみに培養土が水苔の場合、植え替え時に地下部が繊維に絡んで、下手をすると補充器が全部ちぎれるので、植えるならピートモスが良いとのこと。以下、種として、フライシュマンプ、6テイラーハットフライシュマンプ、4以下は、テイラーアップ、21から22フライシュマンプ、 5ハットテイラーアップ。20。近藤近藤 P209 から211フライシュマンプ。8。近藤近藤コンド十 P147 フライシュマンプ。8。プラクのエトール。フライシュマンプ。8プラクのアンドワロースキーハットフライシュマンプ。8引用を含めた鍋。P148 フライシュマンプ。10フライシュマンプ。11テイラー。P212 フライシュマンプ。29から30。近藤 近藤 P89 から90フライシュマンプ14近藤近藤 P118 引用を含め田鍋 P148 ありがとうございます。